毎日同じことの繰り返し、決まった時間に起きて仕事に行って帰るという生命活動の繰り返し。とある日に違和感が生まれた。その夢はとても生々しく、ずっと痛みが続いていた。その日の夜の出来事だった。交番に駆け込んだのはいいものの、夢で見たストーカーがいたなんてことを信じてくれるわけもなく、ただどうしてもあの道を通らなきゃ家に着かないため、怖かったから友達に迎えに来てもらった。まあね、ちょうどね、仕事終わりだったからさ。ナイスタイミング。ナイスタイミング。夢と違うことするなよ。大丈夫？全然大丈夫じゃない。まあそうだよね。だって警察信じてくんないんだよ。顔色悪いよ、だって。ちょっと仕事休もうかな。休む方がいいよ。いいよね。ちゃんと食べれてるご飯。いや、なんかもう食べたいって気分なんない。そっか、でもなんか食べた方がいいよ。だよね。あ、じゃあ俺なんか買ってきてあげるからさ。本当。ありがとう。ちょっと待ってて。なんでもいいよ。はーい。
にも暗すぎてどうしようってなって、それな、そう、心が折れたんだけど、いやもう作ろうと思ったらもうこのまま作ってしまおう、なんか明るいシーンもあるしと思って、ね、そのまま作っちゃいました、すいません。監督、今回ね、はい、神岡さんが監督を、はい、そう、神岡監督でしたね。ということで、まあ、キャストもう一人いたと思うんですよ。そうですね、はい、うん、ではお呼びしましょう、はい、せーの、あっちゃーん。呼び方違う、あっ、素でびっくりした。良くないよ、良くないよ、そういうの。あ、どうもすいません、ね、打ち合わせ通りなのにびっくりした。打ち合わせ言うな、言うな。はい、ということで、友情出演の友人役の大川敦さん。どうもありがとうございました。で、さて、気になってる方多分いると思うんですけれども、うん、あの石井匠さん、はいはいはい、あ、ね、今日撮影日が7月の2日なんですね。そう、うん、あの本番間近の集中稽古で忙しくて来れないということで、そうですね、で、それをね、稽古中に嘆いてたら、あの、あっちゃんが、あれ俺空いてるっていうことで、急遽、ね、じゃあ行くよって、ドワーって軽いです。超ありがたみということで、まあ、これで2度目か、これ、ショートムービー撮ったの。あ、そうなんだ。そうね、そうなんです、うん、前回は、あの、終わらないババ抜き、そうそう、ね、やったね、それやったね、俺。でも、現実的にだからあれだよ、今回の主演のお前以外がいる。そうそう、そうなんだ、見る見る見る。見て見て見て、面白いね。監督作品、2作品目か。はい、2作品目です、ね、長編も撮れればいいんですけど ね、はい、まあ、ただまあ、ショートムービーということで、ショートムービー、ショート、ショートといえば、お。じゃあ、リンゴさんお願いします。劇場夏の短編集、はい、たまたま撮ろうと思ったってのもあるんですけれども、うん、ちょうどショートの、よろずフェスがあるからちょうどいいんじゃねえかっていう感じで今回は撮影に至りました。そうですね、はい、なのでこの動画を見てくれた方はみんな予約してくれるという方向性で、ぜひね、はい、ぜひね、はい、で、じゃあ日付と時間帯をお願いします。はい、伊藤さん、はい、まあ、このフェス自体の、期間は8月の8日から、8月の11日までやってるんですけど、はい、我々芝居企画テコールが出るのが、はい、はい、9日、金曜日の19時半からの枠と、はい、その翌日10日の、同じく19時半の枠で、この2日間でですね、出演しておりますので、はい、まあ、詳しくはテコール .net のホームページの方で、チェックしてみてください、はい、ということでね、お願いします。はい、で、どんな話やるんでしたっけ、あっちゃん。ですね、今回僕たち、うん、タイトルが、はいはい、日本の神様、はい、日本の神様、日本の神様、いやでも日本の神様って多いよね、かなり多いですね、多いよね、はい、やおよろずって、やおよろず、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 そこにかかってんのか、うまいねっていうのでね、はい、あの日本の神様にちなんだ、はい、お話を、ね、テコールらしいシュールコメディなんだけど、まあ、ちょっと心温まる話になっております。はい、ぜひぜひ見てください。はい、お芝居だけじゃなくって、かき氷作ったりとか、あのアクションを経験できたりとか、和服を着てみるだとか、いろんなことができるお祭りになっておりますので、よかったらあの早めに来ていただいてお祭り一緒に遊びましょうっていうこともできるんで、よかったらあの大塚まで、お願い、大塚よろず劇場近辺までお願いします、はい、ということで以上かな。次回は8月15日分ですね。バイバーイ。